はい、こんにちは、堀川亮です。今回はですね、ゲストをお迎えしておりまして、はい、YouTuber の小ヤッキーさんです。よろしくお願いします。どうも今日はよろしくお願いいたします。お願いします。もうね、小ヤッキーさんのあの都市伝説ですか。はい、あれなんかすごく僕も興味持って、はい、見たんですけれど、まあその前にちょっとあのいろいろ僕も聞きたいことがありまして、はい、何でしょう。小ヤッキーさんにお聞きしたいんですけれど、うん、そもそもこの小ヤッキーさんがですね、はい、YouTuber になったきっかけというのはどういうことで、はい、はいはい、きっかけはですね、はい、すごく簡単なんですけど、はい、まあ、言った僕いつも隣に、まあ相棒がいまして、はい、その二人で撮ってるんですけど、そいつが誘われたっていうのが一番のきっかけなんですね。はい、で、僕聞いたのは、その広告代理店に昔勤めてたんですけど、はい、で、その時に先輩から、これから動画の時代が来るぞってすごい言われていて、はいはいはい、その 3G から 4G になった時って、ガラケーからそうスマホになった時って、はい、なった瞬間には何がすごいのかよくわかんなかったんですけど、実際今 4G 以上じゃないと、例えば YouTube も見れませんし、はい、今でもアニメとかでも見れたりするじゃないですか、スマホで。はい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 、でその通信速度が上がる。うん、でこれから 5G になって 6G になってどんどん上がっていくらしいんで、はいはい、そうすると動画の時代がこれから来るから、うん、個人でインフルエンス力を動画でちゃんとつけといた方がお金とかなるぞって言われてたんですよ。だからなんかブログとかその広告媒体の、はい、流れがその個人のインフルエンサー、うん、そして動画に移るからやっとけって言われたのが一個きっかけなんですね。それでも誘われたっていうのが、さ、はい、でおっしゃいましたけど、そうです。自発的に行ったっていうことじゃなくて。そうです。自分自身は、うん、別にもう行っかと思ってたんですけど、うちの相方が、その、はい、一緒に働いてたんですけど、はい、その営業の会社で成績がドベだったんですよね。なので、どうしようもなかったんですけど、はい、YouTube が好きなんで、はい、YouTuber になりたいですって僕相談されたんです、はい、上司に。はい、じゃあ、YouTube って面白そうだなと、うん。で、僕もアニメとか漫画がめっちゃ好きなんで、はい、都市伝説好きなんで、そういうものを、じゃあ、ブログから、はい、その動画の時代が来るって言われてたし、はい、YouTube でやったらめっちゃ伝わるんじゃないかと思ってやりだしたきっかけです。ね、都市伝説に興味を持ったっていうのは、これはいつ頃なんでしょうか。はい、これね、もう僕幼少期の頃から都市伝説大好きなんですよ。うん、はい、もうテレビつけたら、はい、毒が埋蔵金がどうとか、UFO を呼び寄せるとか、はい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 、もうさんくさい怪しい番組たくさんやってたじゃないですか。ありましたね。なんか見ちゃうんすよね。うん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 、それもあるんですけど、あと僕コンビニ理論と思っていて、はい、なんで都市伝説をテーマに YouTube に始めたかというと、うん、そもそもコンビニって、言ったら流行り廃りがないものがずっとあったりするわけですよ。はいはいはい、そうすると入って入り口になんかちっちゃい本棚があって、うん、そこには必ず都市伝説の本がなんかあるんですよね、うん、毎回500円ぐらいの分厚いやつあるじゃないですか、はいはいはい、じゃあこれはずっと子供の時からあるから、うん、飽きられないジャンルなんだと思って、うん、もうアニメと一緒です、ずっとある文化なんだと思って、うん、なるほど、じゃあこれをやればネタには困らないし、うん、自分が何も好きだから、うん、YouTube 成功するんじゃないかなって思ったきっかけです。なるほどね。そうなんだ。それで都市伝説。そうなんです。いや、僕ね、都市伝説って、僕なりの都市伝説、何があるんだろうな、いろいろ思いまして、はい、もう、僕個人的に言えるのが、もしあるとしたら、野沢雅子。いやいやいや。イモータル不老不死伝説。もう、レジェンド。千年女王という感じがして、はい、もう、不老不死。はい、なんかありそうじゃないかななんて。いやだって一生ね、もう、はい、悟空っていうイメージがあって、そうなんですよ、なんか青年ができるっていうイメージじゃないですか。そうなんです、そうなんです。ジェネレーションもう超えちゃってる、超越しちゃってるっていうのすげえな。確かに理解できる。それはある種の都市伝説ではないかななんて勝手に思ってるんですけどね、はいはい、YouTuber さんのですね、こう一日のこの流れといいますか、はい、スケジュールの、うん、流れというのはどんな感じになってこれ、まあ、日によってもちろん違うんですけども、はい、大体は昼間っていうのは僕は、いろいろこう打ち合わせをする時間とか、はいはい、外交する時間に入れて、はい、大体夜、夕飯時ぐらいから自分の YouTube チャンネルを取り出すんですよ。はいはい、で、それから、早ければ、日付を回る前に終わるし、はい、ちょっとまとめて取りたいっていう時は、朝の5時とかまで取ったりするんですよ、はいはいはい。それを週5ぐらいやるんです。ハードですね。そう、今毎日更新を、2チャンネルプラス1つ Vlog をやってるんで、はい、結構ね、はい、もう物理的にやらないと間に合わないみたいな。なるほど。そう、もう売れっ子声優さん並みのちょっとスケジュールがそこある。素晴らしい。すごいな。そのエネルギーはどこから来るんですかね。でもやっぱり面白いものを届けたい。あ、やっぱりその情熱だ。ますね。はい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 。あー、なるほどな。はい、ここでですね、まあ、ちょっと YouTuber のこう、はい、裏話って言ったら変ですけど、はいはい、うん、言えないことを聞くっていうのもなんか変な話ですけどね言えないことを教えてっていうのもなんか変な話ですけどね、はいはい、あの言える範囲で何かございますでしょうか、うん、裏話ですか、はい、裏話はやっぱりお金がダイレクトに入ってくるところが、うん、
すげえ。あんまそう、隠さないタイプなんで。はい。だいたいこう、事務所にガーとか。億万長者ですよ。いや、億万長者というほどではないですけど。はい。いや、あの、億万長者です、ね。面白いのが、はい、例えば僕、営業の仕事もしてたんですけど、はい、営業ってやっぱり、ちょっと誇張して言ったり、大げさに言ったりも多少し、はいはい、無茶をしてる。はい。だから、どこかしらで、損する人がいるっていうのは、ちょっと語弊があるんですが、はい。はい、あの、気持ちよくない時があるんですよね。うん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 、こんだけ売り上げても、うん、まあ、若干使ってた人が満足したかどうかはちょっと不明だなっていうところがあるんですが、少なくとも YouTube は、うん、笑顔になって楽しんでくれた人の分しか再生数に出ないんですよ。うん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 、なので、その再生数の分だけお金を直でもらえていることの喜びをめっちゃ感じますね。だからリアルの、まあ、テレビで言うならば地上で、リアルの視聴率ですよね。そうなんです。リアルのね。そうです。うんうんうん、そこのなんか数字がお金に直結してる、本物ですもんね。そう、本物の、うんうんうん、絶対見なかったら見なくていいんですもんね。そうそうですよね、はい、そこが分かりやすくて好きです。はい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 、うん、これはもう非常に分かりやすいというかいいですねでですね、今日、はい、レジェンド声優堀川亮さんのチャンネルにせっかく出させていただいてるんで、はい、ちょっとやってほしい企画を持ってきたんですよ、はい、僕って言ったらやっぱり都市伝説のチャンネルが100万人先日に来ましたから、はいはい、都市伝説に関することをやっていただきたいんですけど、はい、堀川さんは多分声優の都市伝説のことしかあんまよく分かってないと思うので、はい、リアルのね、はい、都市伝説をちょっと僕ね5つ用意したんですよ。いいですね。しかも都市伝説って、はい、声に出して言いたいやつがあるんですね、うん、例えば僕アニメ見てても、うん、貴様とか、うんうん、真似したいんですよ、はい、声に出したいんですよ、ね、はい、殺せとか、はいはい、そういう真似したい声に出したいっていうところを視点に考えたら、はい、こちら、はい、堀川亮の声で聞きたい都市伝説ランキングイエーイ作ってきたんで、はい、こちら5位からフィリップを順に開けていきます、はい、それに対して堀川さんがズバッと、はい、大御所声優さんのボイスでですね、はい、言っていただいて、はい、それがどんな都市伝説なのかを解説していただくというコーナーでございます、はいはい、早速いっていいですか、はい、どうぞ。はい、では堀川亮の声で聞きたい都市伝説ランキング第5位はアミテージナイレポート。イエーイ。こちらはですね、アメリカを代表する政策に関する研究機関、戦略国際問題研究所、通称 CSIS がまとめた報告書のことをアーミテージ内レポートと言うんですが、リチャード・アーミテージ、ジョセフ・ナイという人たちによって作成された報告書で、数年おきに日本にレポート提出されているものになります。まあ、これがどういうレポートかというとですね、うん、特に2012年に発表された第3次のレポートが印象的で、日本は一流国家であり続けるか二流国家に甘んじるか瀬戸際に立たされている。アメリカの言うことを聞かないと日本は国際社会から消える。つまり日本は貴様、一生アメリカの奴隷だみたいなことがですね、はい、これ公式に出てしまっているんですね、これが。そうですね。はい。はい、まあもちろん、これはね、まあ公式に出ている文書なので、誰でも読むことができるわけです。はい、現在はね、第5次まで発表されているらしいんですが、はい、深掘りしたらものすごく怪しいんじゃないかな、と気になる報告書ではありますけど、これは、読まれた、まあ、実際に読んだ日本人の反応というか、反響というかなとか、なんか、どうなんですかね。やっぱりこれは、命令文であると。うん、自由の意思の尊重がないなということで結構ざわついているんですけど、このこと自体が報道規制が敷かれているのか、あんまり表に出てこないんですよ、うん、そう、だからちゃんと自分での意思では読みに行けるんですけど、うんうん、わざわざメディアから発信されることじゃない。そうですね、うん、それはなんかやっぱりそれなりのおもんばかりみたいなものがあるんでしょうかね、はい、情報統制みたいなのがあるんじゃないでしょうか、ね、あくまでも信じる信があなた次第ですよ、ね、これ闇の部分ですね。そうです。そしてやっぱりこの音がですね、はい、なんかちょっと技っぽいというか、はい、アニメっぽいじゃないですか、ね、アミテージナイレポート途中のね、なんかね、セリフもめちゃくちゃね、迫力あった、うん、アニメの世界だったらいいんですけど現実世界にもこういうことがもしかしたらあるんじゃないかということなんですね、はいはい、なるほど。はい。じゃあ、続いていきますね。はい、堀川亮の声で聞きたい都市伝説ランキング第4位は、はい、アビギャ・アナンド君。響き入りましたね。はい。なんかアニメの中にその入る時のサブタイトルのコールみたいです、ね。はいはいはい。もうなんか、もろそういう感じですね。あと、技の名前ですね。はい。はい、小安田でおなじみの
インド占星術師なんですけど、預言者と言われてる。そうなんです。そうです。そもそもはインドの天才天文学の男の子で、うんうん、10歳で大学の天文学に関わる研究に関わってトップの成績を取っているくらいの天才。すごいですね。天才もブルマみたいな天才です。すごいですね、うん、頭いいですね。めっちゃ頭いいです。はあ。彼はその天文学や占星術を使って未来を予言している、うん、へえ、予言者でもあるんだ。予言者なんですよね。例えば、まあ例えばですね、風が今湿気ているからこの後雨が降るみたいな、まあ予言というかね、うん、予測ですかね、これはね、はい、うん、だと思うんですけど、もうその自然から未来を予測する究極の方法は惑星の位置や星の位置から分かっていくらしいんですね、はい、うん、まさに占星術ですね、これ。そうですね、もうそれで言うと土星と火星の接近が非常に重要らしい、うんうん、火星というのは戦争の象徴、はい、そして土星は死の象徴とされていて、それぞれがこう近くなっていることから、まあ、あのパンデミック、うん、あとウクライナの侵攻など、はい、彼は見事に当てているということなんですね、うんうん、すごいですね、これ本当にそうだとしたら。事実なんですよね、うん、でそれによると、なんかこれ怖いな、うん、2029年から2032年、うんうん、この間に第三次世界大戦が彼曰く勃発するらしいということ、はい、うん、もうなんとかこう回避する方法はないんでしょうかね、アナンド君。アナンド君 ね、その病気に関することをね、結構あの、うん、アドバイスもしていて、うんうん、もう自分の自己免疫力を高めてください。はいはいはい、お酒ちょっと気をつけてもらって。はいはいはい、あ、今私に言われた。そうです、はい、いや、やっぱり自己防衛力を高めましょう。あまりだからワクチンとかに頼り切ってはいけないということなんでしょうか。そうですね、うん、はい、そういうことですね。はい、わかりました。いや、すごいですよね、はい、なんか、うん、あのアビゲアーナント君っていうね、音もなんかすごいいいんですけど、うん、なんかすごい選ばれし子な感じの名前じゃないですか、はい、アナンド君みたいなね、うん、なんか個人的にいろいろ教えてもらったんですね。教えてほしいんですよね。これから先は楽しみですよね。なんかこうするといいことありやすい。確かにね。すいません、あの横島な、はい、あの横島やってたもんで、ちょっと横島なんで、すいません、はい、はいはい、続いていきますね。はい、堀川亮のこれ聞きたい都市伝説ランキング第3位は、はい、こちらです。ムーンシャッター目標。はい、ムーンショット目標とは2050年までに人が体、脳、うん、空間、時間の制約から解放された、そういう社会の実現を目指す計画のことを言うんですが、うんうん、そうなんだ。これは一般の会社がやっているわけではなく、うん、そう、内閣府が。そうなんです、内閣府がやっていて、はい、これはちゃんとなんと、うん、ホームページにも記載があるんですね。そうです、公なんですね。公の計画ですね。例えばなんかその地域的にね、ちょっとあの過疎化してるから村おこししようとか、こういう今政策やってますとか、少子化になってますからこうしましょうとか、税金こうしましょうってことを結構みんなも興味あるし見に行くし、自分の一般的なことでやってますよね。一般的ですよね。でもムーンショット目標ってもう一つのなんかこういうなんかアニメの悪役が作るなんか目標みたいな感じじゃないですか。でもすごい壮大なことですよね。だからそうなんですよ。だって人が体の空間時間の制約から解き放たれるって具体的のようで抽象的なんですよね、うん、そのまだその体のから解き放たれるのはまだ分かるんですよ、病気をしない体になるみたいなね。でも、うん、時間の制約や空間の制約から解き放たれてるってことは、もうバーチャルの世界に進んでくださいって言ってるのと同じなんです。そういうことでしょうね。そうなんですよ。僕たちが見ているそのドラゴンボールとか幽遊白書とかの世界に自分たちが行けちゃう時代が2050年までやってくるということなんです。これよくねアニメでその分身の術みたいなのあるじゃないですか、はい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 、あれができてなんか1人当たり10体のアバターが用意されるらしいですよ。なるほど、10個のことが同時にできるみたいな。すごいな、これは。すごいですよね、これもね。ねえ、はい。すごい効率ですね。10人分の活躍を。できます。で、1個の情報に集約できる。はい。そう、だからもう、たまりにたまった深夜アニメとかも一気に見ることができる。なるほど。そして10個やった有意義な仕事も、報酬は独り占めなわけですね。そういうことです。うわ、すごいな。内閣府はこれを実際に実現したい目標として挙げてるんですよね。挙げてます。で、いろんなですね、はい、有識者の方とかですね、経緯のある方と一緒にやってるんで、はい、なんちゃってのプロジェクトでちゃんと進んでるんですよ、これ。はい、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 はい。2050年までに複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって、大規模で複雑なタスクを実行するために技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する。そうです。
すごいな。これね、ホームページから引用する言葉なんで。はい。すごいです。SF のね、世界の話してますからね。ね、本当そうだ、うん。それが現実になってくるんだな。そうです。ねえ。もう10人のアバターがいたら俺何しよう。10人ででもお酒飲んで宴の楽しそうじゃないですか。あ、それはそれでね。でも、なんか自己完結しそうで。なんか自己完結しそうで。なんかどうなんだろう。まあ、それで楽しいのかもしれないけれど。ねえ、どうなんですかね。じゃあ、なんかいろんなところでいろんな作品で10キャラやって、うんはい、1本やって10本分の時間かかるじゃないですか、はいはいはい、それ同時にアバターがやってくれることによっていろいろ自分のやりたい時間が増えますよね。はい、確かにこの期間ちょっと俺飲み屋行きてとか、うんうん、この期間ちょっとどっかちょっと行きてとかちょっとここのサウナ行きてとかなんか そういうのができて、でもその間にね、うんうん、10個のアバターがいろんなことやっててくれて結構それいいですね。いいですよね、うん、だから2050年までにですから、うん、ぜひそこまではねちょっと長生きしていただいて、うん、一緒にバーチャルの世界に飲みに行きたいんで、はい、いや僕はもう多分自信あります。自信あります。おそらく僕の予定では2080年ぐらいまで行こうかなと思って、ね、うんうん、すごい見出されますね、はいはいはい、いやそれぐらい出ないと困りますもん。なんかねファンは多いんで、まあまあね、行ってみる分にはいいと思うんで。そうね、言うだけタダですからね。はいはいはい、ありがとうございます。はい。よーチャンネル。堀川亮の声、はい、都市伝説ランキング第2位は、もう人には勝てなかったな。イエーイ。さあ、やったと。いいか貴様ら、高評価、チャンネル登録、よろしく頼むぞ。せやかて王子飽きまへんってそんな頼み方してたら。